t-625t-625 のモックアップ t-625 はトルコ航空宇宙産業が uh-1dhab-205 の後継として開発している軽量ヘリコプターである。実現すればトルコ初の国産ヘリコプターとなる。名称発表以前は ZGN として知られていた。計画名は トラで、ターキッシュライトユーティリティヘリコプターのアナクロムである。タイは5年以内に飛行することを望んでいるが、専門家は、会議的である。2011年10月時点で情報お筋によると、このプログラムには、今後数十年間で、数十億ドルの費用がかかるとされている。T-625 は、戦術輸送から、貨物輸送、オフショア輸送、ザー、医療避難まで、 幅広いミッションを実行することが可能である。2018年9月6日に初飛行。エアサの照明を2020年2月、軍用としての照明を2021年2月に取得する予定である。開発は2010年6月に開始された。正式に発表されたのは2011年で、トルコの防衛調達機関は 5500kg 未満の国内初の国産ヘリコプターの設計。 開発、生産のための野心的なプログラムを立ち上げると発表した。SSM はウェブサイトの声明の中でカスタマイズされたサブシステムとトルコのエンジニアによって設計されたプラットフォームを構築することを目指しており、その性能と価格と国際市場で競争することができるとした。開発にあたってトルコは海外パートナーの協力を求め要求に対する 潜在的な回答者として、米国のシコルスキーエアクラフトとイタリアのアウスタの両者が上がっていた。防衛調達責任者のミューラット・ベイヤーは、シコルスキーは4500から5 5 0 0ラムのクラスのヘリコプターを保有していないと述べた上で取ること、シコルスキーが協力してこの問題に取り組むことができるとしていた。2012年10月、タイはプライムコントラクターに入札した。 2013年5月、タイは、数多くの実用ヘリコプターの共同制作のために、シコルスキーと35億ドルの契約を結ぶことが、非常に近いと発表した。2013年8月、開発が承認され、タイとの間で正式に開発契約が結ばれた。また、シコルスキーの当局者は、5月の契約については、契約はまだ保留中だと述べた。2014年2月、 SSM はローター技術センターが発足したと発表した。これは2013年6月の契約の一環によるもので研究開発活動を通じてローター技術を構築しトルコの防衛産業が必要とする科学的能力のある人員を要請することを目指すとしている。DKTM は3月14日にローター生産プログラムの一環として独自の作業原則と プロジェクトについて議論するためのワークショップを企画する予定である。2015年6月、タイは搭載エンジンとして CTS800 から 4AT を選択して覚書を結び、12月10日に供給契約を結んだ。契約によりローテックは CTS800 から 4AT をプラットフォームに統合して認証するための5年間の開発努力を開始することになる。 これにはトルコでの現地組み立て、部品の製造、検査、テスト及びデポでの修理能力確立が含まれている。2016年5月、12月の契約を受け、ローテックは CTS800 の国産化に向けた24から36ヶ月間の取り組みへの着手を開始した。2016年6月、シコルスキーと35億ドルの契約に調印した。2016年12月、 タイは、この新型ヘリを T-625 の名称で販売すると発表した。2017年1月、タイは最初の試作機の製造を完了した。2017年5月、IDAF2017 において最初のプロトタイプを発表した。2018年9月6日、TCHLP と登録されたプロトタイプがアンカラで初飛行した。 2019年6月29日、T-625 プロトタイプが初めて完全装備で飛行し、トルコ民間航空総局によって認定された。T-625 は2021年に量産を開始する予定。設計には、タイの AS532 の組み立てから得られた経験とオータムウィンター139の胴体の製造経験が活かされ、トランスミッション。 ローター、ランディングギア、アビオニクスなどの重要なシステムは T129 アタックプログラムで得られた知識と経験に基づいている。最大離陸重量は約5トンで、パイロット2名を含む12人を運ぶことができる。ローターブレードは5枚で、エンジンは CTS800 から 4AT 総発。エンジンに関しては軍用及び民間型を生産し、 グローバルに販売される予定であることから、軍用モデルの CTS800 から 4AT と e ーターフリーの民間型が必要となる。また、国産のターボシャフトエンジンを開発するという計画もあり、ローテックは潜在的な関与について SSM と協議している。国産のターボシャフトエンジンは、SSM のサブシステム部門がターボシャフトエンジン開発計画名称で、 自殺エンジン産業を下請け業者としてにおいて開発を進めているもので2017年2月に契約が結ばれた。テイは2年後に最初のエンジンを生産する予定であり、計画全体は8年を予定している。このエンジン TS1400 と呼ばれ出力は 1400SHP を予定している。安カ技術大学とハリコ福岡大学が開発に協力しており、 T-625 に統合可能で形式証明の取得も目指すとしている。また、このプロジェクトでは、最大2000に SHP の出力を持つ、ターボシャフトエンジンをテストするためのインフラの作成も、含まれている。メインギアボックスとトランスミッションはタイが膠着装置は、スパインのセッサがそれぞれ開発し、アルプアビエーションが製造及び、組み立てを担当する。 油圧システムはカオサが開発、設計、製造、プロダクトサポートを行う。電子機器類はトルコの防衛アビオニクス大手のアセルさんが供給する。アセルさんは2017年の国際防衛産業フェアにおいて80と820のタッチパネルをそれぞれ2機ずつ備えるコックピットを公開している。このコックピットに加え、欧州航空安全機関及び トルコ民間航空総局の民間航空企画に完全に準拠した飛行管理システムソフトウェアを開発し民間用と軍用の両方の構成で RNP0.3 でのナビゲーションを可能とする。軍用型では同社のアクティブフェーズドアレートランシーバーベースの電子線対抗スイートを潜在的に含む可能性がある。軍用民間用の2つが作られる予定で 最初に民間機として作り、エアサによる認定後にトルコ軍用のミッション機器を搭載して軍用機へと変換される。将来的には警察用や患者の輸送、救急、捜索救助型も開発される。トルコは最終的に800機以上を購入することができ、輸出も含めると最終的な販売数は1200機になると予想されている。 また2016年のフライトグローバルの報道によれば、トルコの製造業者は、計画の全期間にわたって、約400機のヘリコプターの販売を予測している。アビエーションウィークは2017年に、タイは、軍民療法で300機の需要を予測していることを報告。ディフェンスニュースは、800機を国内に販売し、400機を輸出することを目指していることを指摘している。 情報源、ありがとうございます。